ただいまから平成27年度陸上自衛隊施設学校および茨城県警察による共同訓練の訓練開始式を行います。この貴重な訓練、この貴重な訓練の場を活用して共同連携要領、それと相互の理解、それをしっかりと積み重ねていただきたいと思います。相互に敬礼、部隊対面、機動隊連携、向け部隊相互に敬礼、礼よろしくお願いします。力では対処しえないという事態を想定し、自衛隊の、部隊の活動が必要になるというのを踏まえてですね、訓練を重ねているということになります。まさに訓練あってですね、万が一そのような事態にあった時に、その訓練がですね、十分生かされるように、重ねてまいりたいというふうに思います。訓練を通じてそれぞれの文化の違いをお互いに理解し合って、有事の際任務が与えられたときにお互いが協力をして、より有効に国民の生命と財産を守る活動ができるように、これからも連携を深めていきたいと思っています。